動画をご覧の皆さんこんにちは角舞です梅原雄一郎です陽宮ひなです私たちは今回文化放送で放送中の番組レコメン内でお送りするポケットカード提供のレコメンラジオドラマつむぐ一パーセントの初恋に出演しておりますこのドラマは 初恋がテーマのちょっと不思議なラブストーリーです自分に自信がなく恋愛にも奥手な主人公橘紬が初恋の相手榊木流星との再会をきっかけに自分を変えようと進んでいく物語となっております私はですねその主演の橘紬ちゃんを担当させていただいておりまして流星との再会 で成長していくつむぎの姿っていうのをですね、ぜひご覧いただければと思います。はい、ええー、僕梅原雄一郎は初恋の相手流星役を演じさせていただきました。ええー、まあ龍星は関西弁を使うキャラということで、うん、その辺の方言がちょっと合ってるのかどうなのか <laughs>、<laughs> <laughs> 関西の方もあの温かい心で見ていただければ、うん、聞いていただければと思っております。 えー、私よ宮みやひなはぎちゃんと流星くんの恋を応援するキーパーソンの2人の同級生みやのりんちゃんを演じさせていただきました皆さんにもお届けでできましたら幸いです今回のラジオドラマはポケットカードとのタイアップとなっております。 ポケットカードが発行するこちらですね P1 カードは毎日のお買い物が請求時に自動で1%オフになるということで一がキーワードとなる初恋の物語です一歩前に踏み出す勇気がもらえるラブストーリーぜひお楽しみにしてください レコメンラジオドラマ「紡ぐ1%の初恋は1 1日日」は月月日日曜文化放放送送レコメン内でで時30分頃から放送中ですさらに「レコメン」放送終了後の25時には文化放送公式 YouTube チャンネルにアーカイブがアップされますので、えー、聞き逃してしまった方ももう一度聞きたい方は、えー、ぜひご覧いただけますと嬉しいです。 はいってことで以上角間愛と梅原雄一郎とよみやひなでした